シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。ヨークの剣はワンショットストライクやってくって言うんすよね。さあ、というわけで今回はワンショットストライクやっていきたいと思うぜ。はい、ということで2度目の開催。まあどういうコンテンツであれ報酬はすごくいいから絶対にやっておいた方がいいと思うぜ。前回同様通常モードと競争モードがあるんだけど、今回は、クエスト内容が違うんだって。はい、ということでまずは通常モードやっていきますか。はい、というわけでまずは通常モードやっていこう。はい、どんな感じのギミックなのか見ていく。アンチ魔法陣に貫通制限。いや、これは広いな。はい、というわけで探してくるわ。やっていこう。はい、というわけで通常モード。はい、今回このモード変更点があって、1回撃つとバトル移動するんだって。で、全員倒すとパーフェクトでプラス3点もらえる。はい、テンポ良くなった。で、メンバーはこんな感じ。ベガさんが友情コンボ ×2 のスピードアップあるから面白そうで連れてきた。まあ、初回のパーティーということで、こんな感じでやっていこうか、まずはね。はい。まあ、とりあえず横で上がってバババってあそこ入ってっていうディレクションガード。ディレクションガードか。じゃあ左下に打って、間入って、右のたまたま2個潰すという感じ。おー、いや、まあ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 、でもベガの友情コンボかけるにいいんじゃねえか。なんだこれは、なんだなんだ、ただ集合してるだけこれ。うん、まあ、普通にぐるっと回って、うん、なんだこれは、普通にいけるが、ディレクションガードもなかった。まあでもまたルナ回ってすげえスピード速いから動き回れるし、爆発で味方の友情コンボを誘発できる。はい、上下にディレクションガード。うわ、片方右に行かねえと倒せねえなこれ。下からでもいけるか。オーケー、いいぞ、いい感じに3連続パーフェクト出している。そうで、ボス前のバトル4がポイント稼げる最後のエリアだから、4連続パーフェクト出したい。違うな、右でぐるっと行って回ればいける。はい、スピードアップスピードアップ、オッケーオッケー、いいよ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 、オッケー。とか今あれ魔導士殴って倒してなかったよな、友情コンボだわ。あ、だからバトル2納得いくわ、そういうことか。魔導士おそらく友情コンボで倒すやつ。強友情もいるな、まあダメージ出せる友情コンボもいる。はい、でここでもう関係ないから、ピンピンじゃない、トントンじゃない、パンパンじゃない、なんだっけ、ちょっと待って待って、本当に忘れた、本当に忘れたぞこれ、まあ、パンダ使う。で、まあここはもう普通に和やかにやろうっていう。あ、めっちゃ柔らかいな。はい、あ、フォン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 、はい、という感じで、いけやした。まあなんとなく組んだパーティーでもいける。タイムランク A なんかしょぼく見えるな。はい、まあ合計バトルボス抜いた4で全部パーフェクト出したし、完璧にポイントもらえたんかなこれ。うん、36ポイント。でもディレクションガードがちょっと鬱陶しい感じで、常にパーフェクト難しいかもな。というわけでちょっといい感じのキャラクター探してくるわ。早くも絶対に試す、絶対に試さねえとな、マジで。あれ？あれ？なんか、あれ？向き違くねこれ。あれ？気のせいか？いや、絶対気のせいだねこれ。ほら、これこっちの方が楽じゃねこれ。え、なに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 これ？火事の向き違う。左にいなかった今、さっき。いや、こっちの方が絶対楽やん。なんなの？ここは何も変わってない。え？あ、これ変わる？これ。ここは変更ない。とか、その前にヤクも強えな。ヤクも強えな。
ヤクボ強いんだけど普通に。あー、じゃあなんかちょっと変わる部分があるみたいね。え、前回そうどうだったっけ。変わってる。いや、左から行こうか。なんか突然の配置変更で聞い取られてるけど、ヤクモ強えな。オッケー、いいよ。前回マジどうあったっけ、思い出せんな。なんかあんまり記憶ないわ。マドカがすごい活躍したぐらいの記憶しかねえわ。はい、まあここで SS 打てても意味ないんだけど、まあ早くいけるか。うん、今回ね、獲得そのポイント上限毎日あるから、それお忘れなく。はい、いいんじゃない。うん、いや、ヤクモやべえな。結局ヤクモ持っとけば何でもいけちゃうっていうのは相当やばいと思う。オッケー。はい、というわけでお次は競争モードやっていきますか。はい、なんか違うらしいよな。ブロックと貫通制限、なんかもろもろ禁止、弱点効果って。はい、まあなんとなくいい感じのキャラ連れてきたわ。結構候補多いが、うわ、だから弱点絶対殴れってことか。へえ、甘えねえ方がいいな。でこれをやると倒すと、オッケー、蘇生して全員そのバトルを一回ずつやって次のバトルに行こうっていうパターンになってる。これがなんか前回のワンショットストライクを思い出すな。はい、ガイド出てるからいける。 OK。 で競争モードは敵を倒した数が多いほどで順位がついて、高いほど高い倍率でポイントがもらえると。だからもう理想はみんなで数合わせて1位のポイントをもらうのがいいんだけど、まあ合わすの難しいよな。さあ、渾身超スピで暴れ回って、オーケー。ではまあメモリー渾身ゲージ外した方がいいな。でこんな感じでみんなもうちゃんと倒していってパーフェクト目指して、最終的に高いあの敵倒した数プラス1位のポイントもらえたら理想なんだけど、おそらくまあバトル2と3に行くにつれてそれが難しくなってくるよな。うん、まあなるべく倒していきたいと。うーん、左から行ってぐるっと回ればよし、オッケー。いや、もうバトル2から俺これ1体残すな、多分1、2体。まあ、なるべくみんな高い状態で順位いい感じにしてポイントいっぱいもらいたいが、これもちょっとどうかな、これ。うーん、まあやっぱ右から行って価値左開けといた方が倒しやすいわな。うん、オッケー。うん、なんかちょっと思ったのと違ったか、一旦オッケーで、メモリーはゲージを外そう。これは危ねえな、斜めで。おし、オッケー。まあなんていうかな、ノラとかで入ってその競争しつつ高い順位目指して、ポイントを取っていくっていうのがいいと思うし、まあサブアカいっぱい持ってる人は、普通にね4アカでこういう風になるべくいい感じでポイント取ってみんな会えばみんな1位の倍率もらえるよねっていうのがいいかもな。ちょっとぐるっと回った方がいいな。おった、あー、オッケー。あれ今のところ全員一緒だぞ。このまま行けばやばいんじゃねえか。はい、あ、これラスト？あ、え、違うな。むずい。あれさっき3の3だった？なんか考えるの大変だな、これ。左ぐるっと回っていけるか、ちょっと。SS 使うわ。SS 使うわ。ちょっと次に残しておきたかったが、いいでしょう。
このパワー強すぎだろ本当にこの人やべえだろこれ。まあでも競争モード打つ回数多いからバトル3で終わりか、まあちょっとわからんが、ちょっと確認しなかったごめん、あの字幕に書いとくわ。まあでも SS 残しとこうか、万が一に備えて。左ぐるっと入ったら結構減速するよな。 4P の場所からだったらすげえいいんだけどな。あーとう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 逃したな。まあでもいいでしょう、そんな差はない。 OK、 まあこれでみんな1逃しを連続してくれたらそこまで差がなく結構高ポイントもらえると思うが、とか待って右に来るんかい。ゲージ外して、おいマジ、あでもいい、1個逃しで最後のあなたが全処理か1個逃しなら全然いいんだが、ここいいよな。ちょっと右行かなきゃいけねえが入れるはず。これが理想じゃない。上にディレクションガード出すパイプ、パイプじゃない、タイプ、はい、はいはい。でやっぱり終わりだったんか、やっぱり終わりだったんかよ。じゃあ SS 使えばよかったな。はい、というわけで右にグリグリ入ったら終わるでしょう。はい、じゃあまあ一つエリア少なくいけてどんだけポイントがもらえるか、そこだな。まあ前回ちょっと覚えてないからどれぐらいだったか。はい、見ていきますか。うわ待って180ポイントか。え、ちょっと待ってめっちゃもらえる。え、あ96サブも、あじゃあ絶対こっちの方がいいな。え、全然違うじゃねえかよ、前もそうだったな。でこれでうまくみんながほらパーフェクト出したらみんな180バーンでしょ。だったらこれがいいんじゃねえかね。はい、という感じになってるぜ。参考になりましたら、いつかありません。あっぺよ。